あの時の裏原宿を掘り起こせ、今回94年の9月号を振り返っていきたいと思います。以前、ウェブサイトの方でも記事にした内容ですね。はい。で、ストリートバイクと言われる、まあ、世間的な2000年前後なんですけど、まあ、ストリート界隈では90年代後半にブームとなる、まあ、ストリートバイクみたいなブームが起こるんですけど、これはその3、4年前の94年に TW とか FTR とか、そういったもので、トラッカー仕様にカスタムしたバイクを紹介しているという驚異的な速さの回になりますと。まあ、だから後のこの TW とかのバイクブームの発信源っていうことでしょはい。は、この人たちっていうところで間違いないですね。う。で、一旦ちょっと本文見ていきますね。はい。で、これちなみにキューティーです。なので、キューティーって女性誌なんですけど、まあ、だから冒頭こんなことが書いてあるんですけど、女の子には興味ないかもしれないけど、今月はバイク特集ですと。で、バイクといっても、ただのバイクじゃなくカスタムバイク。で、これは M&M の、が作った完全手作りの限定生産と。で、M&M というのは村と正の二人ので、バイク作りをメインとしているものの、家具や内装なども手掛けると。だから家具とか内装がメインだと思うんですけど、バイクがメインって書いてますね、ここね。で、まあ、ノーウェアとか ELT も内装で作っていて、最近撮影で使っているエレクトリックコテージも M&M の仕業ですと。前のその記事でもあったけど、こうバイクの売り上げ、生産量っていうの、売り上げっつうの、なんか異常に伸びたんでしょ。90年代後半は、その TW とかそうですね、伸びましたね。その3年間ぐらいで、これ全部の期間の半分ぐらい売ったって感じでしたもんね、確か。まあ、そもそもそうですね。この辺のバイクは誰も見向きもしてなかったバイクなんそう。でみんなノーマークでしょ。すね。すごいのがあれですよね。これによってこういう丸めの TW でちょっとスカチューンされたものがブームになったから、本家がちゃんとそれに合わせて作ったってのがすごいですよね。そう。ヤマハがちゃんとそのモデルをこうリリースの地にするっていう。もうだから本家が動かざるを得ないぐらいのブームだったっていう。だいぶバイクはバイクで時代が変わってる気がしますね。空冷もなくなっちゃったし。あ、そっか。この辺のやっぱ250の TR とか、いや、ツーストのエンジンのもこの中ありますけど、ツーストなんかもう当然5発と空冷すらダメなんで。もうフォーストになった時代で時代は終わったって感じ。こういう。ツースト、いや、もうやっぱインジェクション、キャブじゃなくてインジェクションになっちゃった時点で、終わり？だいぶバイクのこう、古き良き時代って言われるものも、やっぱキャブからインジェクションになった瞬間変わってんじゃないですかね。さらに今は、そこにこう、空冷までダメになっちゃったんで。その時の時代のものを探すしかないって感じか。これは記事にも書いたけど、実はこのブームがこの人たちが発祥だってのは意外と知られてない気もするので。ああ、でもそうかもね。まあ、さすがにキムタクだと思ってる人はいないにしても。いや、そんなことないって。キムタクだと思ってる人がほとんどだと思うよ。なんだっけ、前も話したけど、あれ何年だっけ？ 2000年です、ビューティフルライフは。なるいや、ほどね。2000年ですよ。96年、7年にはストリートでブームになって、その2、3年後にテレビで、まあ確かにそこで買った人は多いでしょうけどね。またさらに跳ねたのは確実にビューティフルライフ現象だと思うよ。こういうバイクが認知されたっていう。まあ確かに都内だけの局地的なものだったのかもしれないですね。だからこの後のその90年代後半でもまだリアルだったと思うしね。ビッグスクーターが流行った時に、結構なんか後半の方ってなんかローラー、車高低くして地面をこう紫色とかのライトで照らすみたいになったじゃないですか。ネオン管とかネオね。ン管、あれは地方で相当流行ってて、群馬とかでも結構見たんですよね。2000年過ぎぐらいにストリートでビッグスクーターに移るじゃん。それって TW の後でしたっけ？あとだね。だからこれもさ、もうカスタムしてくれるお店自体もさ、限られてくるわけじゃない。だから、まあ日本各地で、こう、個人でカスタムチューンとか、まあバイク屋さんとやってる人たち、大忙しだったようなイメージだね。モトショップ五郎とかですよね。あれっすよね、その、ダートレースとかトラックレースみたいなのを持ち込むってのが、ストリートに持ち込むってのが、やっぱ、すごいというか、その、レーオスっフ車て、仕様ってやつでしょ、これ。ほとんどが。この時レースじゃないですか。レースって言って、やっぱ、あれになっちゃうじゃないですか。レーザーレプリカ、スーパースポーツと言われるカウルがついた。
オンロードの方でしょ。そうそうそう。あのレースになるんですけど、このストリートにこういうね、うん、ダートトラックとか、そうトラックレースのバイク持ってきてるんで、なんで例えばこういうスカスカで、あのフェンダーがないです、フロントのフェンダーもいらないから取っちゃおうねとか、そういうこういうアップスイフトされてるマフラーでとか、そういうのベース車両に選んで、フェンダーなしとか、そういうようなカスタムになっていったんでしょうね。そう、あとは前の記事でも言ったような、そういう元々の BMX とかマウンテンバイクとかっていうのの影響もあったんじゃないかっていう、憶測だよね。うんで、カスタムするっていうのもなんかね、スケートのトラック変えたりとか、なんかそういうのに近しいものがあるのかもしれないですね。そうだね。なとこですね、今回は。うん、はい。じゃあ、お疲れ様です。はい。また来週。